平成19年8月27日、南麻生村の阿蘇市エートで、麻生ブロック社会福祉協議会災害時総合応援協定所調印式が行われました。この災害時総合応援協定は、麻生管内において何らかの災害が発生し、被災した地の社会福祉協議会独自では、災害救援活動が十分に実施できない場合、 アソブロック社協総合間での応援を迅速円滑に行うために策定されたもので、当日は各市町村社会福祉協議会会長をはじめ、関係者らおよそ30人が参加しました。アソブロック社会福祉協議会連合会会長による協定書に関する経過報告の後、各市町村社会福祉協議会会長による署名と応援が行われ、 7市町村社会福祉協議会、すべての協定が無事締結され、九州では初めてとなる、広域県での調印式が終了しました。